最近当チャンネルでは、ルイポとダビスタの動画をメインに投稿していて、各々の動画を交互に投稿していこうと思っていたんですが、ありがたいことに、おすすめ配合のリクエストを2つほどいただいており、あまりお待たせするのも申し訳ないので、予定を変更して、今回はダビスタの動画を投稿することにしました。了解です。今回は、アプデで変更になったシボバのお話と、後半にリクエストいただいたおすすめ配合をご紹介します。それでは早速参りましょう。よろしくどうぞ。公式サイトのアプデ情報にも記載されてますが、一部の守護馬に調整が入りました。それではずんこさん、いきなりですが問題です。ほんまにいきなりやな。こちらのロードカナロア、アプデ後に何か変更になったでしょうか？種付け量が変わったよね。正解です。アプデ前は2000万円だったので、500万円安くなりましたね。お次はこちらの絆です。何か変更になったでしょうか？今度は種付け料が値上がりしてるね。それだけではありませんよ。パラメーターも変更になってるね。正解です。種付け料は600万から1000万、パラメーターは体質が B から A に変更されましたね。パラメーターの変更は、今後の配合に多少なりとも影響があるでしょうし、種付け料の変更も、馬券攻略法を使われていない方であれば、注目しておくべきところですね。まだ馬券攻略法が世に出回る前、ディープインパクトとの配合が不受体になった時、ゆかりちゃん、発狂してたよね。してましたね。すべての守護馬を確認したわけではないので、他にも変更になった守護馬がいるでしょうし、皆さんも、ぜひチェックしてみてください。それではおすすめ配合ご紹介のコーナーです。今回もリクエストをいただき、ありがとうございます。最初にご紹介するのは、ザ・モーメント・ユアラブの配合です。血統はこんな感じです。スノーフォールのママがモデルになってるようですね。前回はシーケンシャルガールをやったけど、これも7億円するんやね。私、まだ手に入れていないんですけど、どうやらそのようですね。パパがガリレオっていうのも、シーケンシャルガールと同じですね。それで、いろいろと配合を考えてみたんですけど、初代がモンズーン、2代目ワークフォースで完璧な配合が成立するんですが、クロスは長距離が1個だけだし、そもそも7億円もするんだから、今回も初代での配合をおすすめしたいと思います。おすすめは、シーケンシャルガールと同じく、キングカメハメハとの配合です。凝った配合が成立、速力、底力5個、ニトロはスピード6、スタミナ7、パワー2となってます。よろしければ、ぜひお試しください。お次はこちらのペッツアートです。血統はこんな感じ。ソダシのママ、プチコがモデルのようですね。プチコって、なんか可愛い名前やね。パッと血統を見た感じ、速力と底力のクロスがつきやすそうだし、合わせて凝った配合で台重ねする感じで配合を考えてみました。初代で配合するのは、スピルバーグです。凝った配合が成立、速力2個、底力3個、ニトロはスピード7、スタミナ7、パワー2となってます。2代目はバーミリアンです。凝った配合が成立、速力3個、パワー、底力3個、長距離、ニトロはスピード7、スタミナ6、パワー1となってます。3代目は、新種ボバの北サンブラックです。凝った配合が成立、速力4個、底力3個、堅実さのクロスで、ニトロはスピード8、スタミナ5、パワー2となってます。よろしければ、ぜひお試しください。変更になったシュボバとか、追加された青馬ちゃんがたくさんいるから、アプデ後の前書とか出たらいいのにね。ほんと同感です。では、今回はここまでです。それじゃあ。またねー。